イルカたちがなぜあんな上手に飛ぶことができるのか分かりますか？はじめまして、声優の武田さゆりです。おお、美しい。今日の授業はなんか期待持てそうですね。ふん、何よ、私の方が若いじゃない。イルカたちは日々たゆまぬ訓練を積みながら、しかしその心はいつもリラックスしているからなんです。声優にとっても心と体の緊張を解くこと、すなわちリラックスするということはとても大事なことなんです。白池さんから聞いていますよ。皆さんには集中力というものが欠けているようですね。しかも大幅に。初めて会ったのに言ってくれるじゃない。集中できないということとリラックスしているということではだいぶ意味が違います。今日は皆さんに私なりのリラックス法を知ってもらいたいと思います。リラックスする方法だって今日は楽勝やな。セット繰り返しやってきて。ボセット いくらなんでもそんなの無理だよ。どうすんの？やるの？やらないの？全然リラックスらできんやないか。これのどこだ。行きなさい。リラックス法ですか。あなたたちは今大きな緊張とストレスに包まれています。でも安心して、すぐにその緊張は解けます。その解けていく感覚をその体で覚え込みなさい。それは心の緊張を解くヒントとなるでしょう。そうすると、どうなるんですか？心の緊張を解き、理性や観念を解き放つ。そうすると、知らず知らずに身についてしまったサビというものが取れていきます。すなわち、恐怖心、羞恥心、躊躇、偏った価値観、間違った感性、経験にだけ縛られてしまった心、そういったものは全て演技の妨げとなります。サビというものを取り外す、それは集中力と落ち着きを取り戻すことでもあるのです。そうすれば
眠りなさい。心と体を休めてリラックスするのです。これがさゆり式リラックス法。どう白池、あなたもやってみる？いや、僕はそんなに怖がることなんてないのよ。勇気なんて最初にちょっとあればいいだけなんだから。